皆さんこんにちは、佐藤裕樹です。いや正直でも来たかって感じですけどね。なんか久々にちゃんとその戯曲らしいものをやれるっていう自分の中の嬉しさとちょっと怖さと何より3人の男芝居っていうちょっとしたプレッシャーがすごくのしかかってきました。そうですね、一応その僕自身幼少の頃から一応フィリップとは違って多感にですね外の世界にずっとアクティブに動いてきた人間なので、これはでもちょっとすり合わせるの大変だなと思いつつも、ある程度でやっぱちょっと閉鎖的な部分の自分の中でも感じている部分と一緒にリンクして広げていければなという感じがありますね。はい、ですねオーファンズ、すごく気合を入れてですね稽古鬼のような稽古になるかもしれませんが、一生懸命魂込めて演じますので皆さんどうぞお楽しみにしていてください。